探せ、魔央学校中学部、高等学部は、神奈川県横浜市神奈川区に所在し、中高一貫教育を提供する、私立女子中学校、高等学校。近年高校募集を開始し、高等学校においては、内部進学者と外部からの入学者クラス編成を第一学年から、混合する併設混合型中高一貫校、キリスト教プロテスタントを教義とする、 現在では学校名に女学校という名前を使っている数少ない学校でもある。1873年に来日した米国バプテスト同盟の宣教師ネイサン・ブラウンは1876年1月から横浜山手で世界初となる新約聖書の日本語訳に取り組んでいた。1886年彼の妻シャーロッテ・ブラウンは その印刷所の2階で女子のための塾を始めた。これが探せ、魔王学校の始まりである。第2代校長にクララ・カンバースが就任する。カンバースは1891年に新校舎を建設し、生徒と共に校名を探せ、魔王学校と決めた。カンバースは学内の者に次の心の誓いを求めた。一九百十年、生徒数が増え山手の地が、 手狭になったため、現在の中丸に学校を移転した。麦畑の広がる丘にそびえる白い塔とニューイングランド風の建物は遠くからもよく見えた。川端康成の小説の挿絵にもなった美しい校舎であった。1923年の関東大震災にも耐えた校舎は1945年5月29日の横浜大空襲により、 わずか30分で燃え尽きてしまった。そのような時も毎日礼拝を守り、全員で、焼け跡の整理に当たった。以来、困難と存亡の危機に見舞われた時も、カンバースが掲げた、教育目標、聖書の真理を探し求めるお探せマスピリットとして、受け継ぎ、時代や、校舎や人が変わっても、新しい時代を築く若者に、誇りを持って伝えていきたいと考えている。 探せ新幼稚園の設置者は別法人である。ありがとうございます。